生放送で破天荒すぎる衝撃の告白。これはトルコで大人気の中高年のためのお見合い番組。トルコの上沼恵美子とも言うべきベテラン司会者が参加者の間を取り持ち、毎回素敵なカップルが誕生するという生放送番組。今回お見合いに参加したのは、すごいんですよ、62歳でバツ2だというこの男性。しかしこの後、破天荒すぎる衝撃の過去を告白した。前の奥さんとはどうなったんですか？実は籍を入れてなかったんだ。籍を入れてないなら奥さんじゃないわよ。分かってる、悪いことをした。男は責任を取らなきゃね。でも彼女は僕を裏切りました。他の男と付き合い出して、それで事故の犠牲になったんです。仕方がなかったんだ。事故って何？事故の犠牲って何？殺しちゃったんだ。殺した？仕方がなかったんです。実はこの男性、17歳の時恋人を嫉妬心から殺害、服役を終えて出所し、また新たな伴侶を求め番組に参加したというのだが、出所後は何があったの？出所後は再婚しました。どんな人？看護師と知り合ってお付き合いしたんです。でも彼女は前の夫と離婚していなかった。僕に何度も金の無心をした。財産目当てだったんです。本当につらかった。それで仕方なく殺しちゃったんだ。今何て言った？殺しちゃったんです。あなたまた殺したの？僕はただ真実を。もういい、何なのこれ。あなたにどんな人を紹介しろって言うの？冷静だな、司会者。なんだ、怒ってる。そりゃそうよ、僕には新しい彼女が。黙って、もう帰って、出て行ってください。あなたに女性は紹介できないわ。帰ってください。わかりました。生放送で衝撃の告白をした男性は退場。司会者の決断に会場から拍手が起きました。